何ですか？誰か、私のバナナを食べました。え、バナナですか？はい、バナナです。ティム先生、ちょっと質問があります。質問ですか？はい。今日の朝10時2分に何をしましたか？わかりません。わかりません。ティム先生は朝7時8分にここに来ましたね。え、わかりますか？わかりますよ。それから8時5分にパンを食べましたね。え、わかりますか？わかりますよ。昨日の朝6時半に起きましたね。わかりますか？わかりますよ。ティム先生、今日の朝バナナを食べましたね。バナナですか？はい、バナナです。わかりません。わかりません。そうですか。どうも。皆さん、こんにちは。こんにちは。Listening to music is one of my favorite things to do with my spare time. And that's what we're going to be talking about today. Things we like to do when we're not working. Or studying Nihongo. But before we begin, we have a new student with us today. 新しい学生がいます。お名前は？西岡雅代です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。I find listening to this very relaxing. Don-san, dozo. Ongaku desu. So desu. Ongaku desu. Ongaku desu. Ongaku desu.パタさんくん、音楽ですか？いいえ、音楽じゃないです。そうですね、音楽じゃないです。これは音楽です。皆さんも音楽を聴きますか？はい、音楽を聴きます。私はクラシックを聴きます。え、クラシック？僕はヘビーメタルを聴きます。クラシックを聴きません。聴きます。音楽を聴きます。私は音楽を聴きます。クラシックを聴きます。じゃあ、皆さんは音楽を聴きますか？はい、はい、聴きます。ああ、聞きますね。じゃあ、ジャズを聞きますか？ロックを聞きますか？カントリーを聞きますか？何を聞きますか？じゃあ、マサヨさんは何を聞きますか？クラシックを聞きます。ああ。クラシックを聞きますか？じゃあ、ドンさんは？ R&B を聞きます。あ、R&B を聞きますね。はい。あ、わかりました。じゃあ、スーザンさんは？ジャズを聞きます。あ、ジャズを聞きますか。じゃあ、パタソン君は？ロックを聞きます。あ、そうですか。ロックを聞きますか。じゃあ、パタソン君、
カントリーを聞きますか？いいえ、聞きません。ああ、聞きませんか。じゃあ、スーザンさん、スーザンさんはカントリーを聞きますか？いいえ、聞きません。ああ、聞きませんか。じゃあ、ドンさんは今日音楽を聞きますか？クラシックを聞きます。あ、そうですか。今日クラシックを聞きますか？もう一度言ってください。今日クラシックを聞きますか？あ、はい。あ、そうですか。今日音楽を聞きます。あ、カントリーです。ローレンさんはカントリーを聞きますね。それから本を読みます。読みます。ローレンさんは本を読みますね。ラブストーリー、すみません。皆さんも本を読みますか？はい、読みます。スーザンさん、それは本ですか？いえ、本じゃないです。ああ、本じゃないです。それは日本語で。スーザンさん、どうぞ。新聞です。はい、そうです。新聞と言います。マサユさん、それも新聞ですか？はい、新聞です。ああ、新聞ですね。今日の新聞ですか？いいえ、今日の新聞じゃないです。じゃあ、ちょっといいですか？どうぞ。1975 May 1st。今日の新聞じゃないですね。この新聞は古いです。ドンさん、それも新聞ですか？はい、新聞です。ああ、新聞ですね。その新聞はドンさんのですか？はい、私の新聞です。ああ、ドンさんのですね。じゃあ、ドンさん、ちょっといいですか？どうぞ。ああ。私は新聞を読みます。朝、新聞を読みます。マサユさんも朝、新聞を読みますか？はい、読みます。ああ、読みますか。パラゾン君、それも新聞ですか？いいえ、新聞じゃないです。おお、新聞じゃないですね。これは日本語で、じゃあ、パラゾン君、どうぞ。雑誌です。そうですね。雑誌です。日本語で雑誌と言います。World long jump record broken. 雑誌です。スポーツの雑誌です。Alternative bands hit Japan. 雑誌です。音楽の雑誌です。皆さんは雑誌を読みますか？私は雑誌を読みません。ラブストーリーを読みます。僕は雑誌を読みます。それから漫画も読みますね。皆さんは何を読みますか？パラソン君、どうぞ。新聞を読みます。あ、新聞を読みますね。じゃあドンさんは？スポーツの雑誌を読みます。スポーツの雑誌を読みますね。はい、はい、じゃあスーザンさんは？ミステリーを読みます。あ、ミステリーを読みますか。じゃあマサヨさんは？私は音楽の雑誌を読みます。あ、音楽の雑誌を読みますね。じゃあマサヨさんは漫画も読みますか？
いいえ、読みません。ああ、読みませんか。じゃあ、スーザンさん、今日漫画を読みますか？漫画、いえ、あ、いえ、読みません。ああ、読みませんか。じゃあ、スーザンさん、今日何をしますか？今日雑誌を読みますか？買い物をしますか？ミステリーを読みます。あ、ミステリーを読みますか？そうですか。今日ミステリーを読みますか？スーザンさん、どうも。皆さんはどうですか？今日何をしますか？雑誌を読みますか？漫画を読みますか？音楽を聞きますか？テレビを見ますか？買い物に行きますか？勉強をしますか？何をしますか？ハヤト君、今日何をしますか？そうですね、コンサートに行きませんか？コンサート、いいですね。あ、今日ロックコンサートがありますよ。え、ロック？私はロックを聞きません。あ、クラシックコンサートがありますよ。クラシック？僕はクラシックを聞きませんよ。そうですか。じゃあ今日何をしますか？そうですね、じゃあ今日映画に行きませんか？映画？21日に映画に行きましたよ。あ、そうでしたね。じゃあ今日ドライブに行きませんか？ドライブ？22日にドライブに行きましたよ。あ、そうでしたね。じゃあ今日買い物に行きませんか？買い物？昨日買い物に行きましたよ。あ、そうでしたね。ハヤト君、今日何をしますか？今日は1月24日です。じゃあ、25日は何ですか？明日です。そうです。明日です。じゃあ、23日は？マサユさん、どうぞ。昨日です。そうです。昨日です。これは昨日でした。じゃあ、パタソン君、ハヤト君と幸子さんは昨日何をしましたか？わかりますか？はい、買い物をしました。そうです。昨日買い物をしましたね。じゃあスーザンさん、何時に買い物に行きましたか？4時に買い物に行きました。そうですね。昨日4時に買い物に行きました。それからドンさん、5時から6時まで何をしましたか？喫茶店に行きましたか？行きました。行きました。そうですね。じゃあコーヒーを飲みましたか？はい。そうですか。コーヒーを飲みましたか？じゃあコーヒー、オレンジジュースを飲みましたか？コーヒーを飲みましたか？あ、オレンジジュースを飲みました。ああ、そうですか。じゃあコーヒーをじゃないです。ああ、そうですか。じゃあスーザンさん、これを言ってください。飲みませんでした。そうです。
飲みませんでした. That's how you say a negative verb in the past tense. ませんでした. コーヒーを飲みませんでしたね. じゃあ、パタソン君, 何を飲みましたか? オレンジジュースを飲みました. そうですね. オレンジジュースを飲みました. じゃあ、昨日、マスヤさん、 ハヤト君と幸子さんは 勉強をしましたか? いいえ、勉強をしませんでした。 そうですね。 勉強をしませんでした。 昨日、勉強をしませんでした。 じゃあ、ドンさん、 ハヤト君と幸子さんは 昨日、映画に行きましたか? はい、行きました。 昨日、行きましたか? あ、昨日、いいえ、聞きませんでした。 昨日映画に行きませんでした。はい、行きませんでしたね。はい、そうです。昨日映画に行きませんでした。21日に映画に行きました。昨日行きませんでした。皆さんは昨日何をしましたか? じゃあ、これを見てください。パラソン君、昨日雑誌を読みましたか? はい、読みました。 あ、そうですか。じゃあ、パラソン君、マサヨさんに聞いてください。 どうも。いいえ。マサヤさん、昨日寿司を食べましたか? いいえ、食べませんでした。そうですか。じゃあ、マサヤさん、スーザンさんに聞いてください。スーザンさん、昨日映画に行きましたか? はい、行きました。 あ、そうですか。昨日映画に行きましたか? じゃあ、 スーザンさん、ドンさんに聞いてください。ドンさん、昨日音楽を読みましたか? 読みましたか? 聞きましたか? 音楽を聞きましたか? はい、聞きました。あ、聞きました。はい、どうも。じゃあ、誰か昨日勉強しましたか? いいえ、しませんでした。あ、しませんでしたか? じゃあ、皆さん、勉強してください。と、皆さん、さようなら。さようなら。ひらがなです。あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ。 さしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよ。それから今日のひらがな、ら、り、る、れ、ろ、ら、 ra-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 ri, which looks like reeds. Ri. Ra. Ra-ra-ra. Ra. Ro. Which looks like the number three, which is how many times you row your boat. Row, row, row your boat. Row. Ru. Ru looks like ro, except for the little loop at the bottom. Ru stands for loop. Ru. Ri. Reeds.
Li. Re. Which looks like a person resting on a stick. Re is for rest. Re. Rest. Re. Ru. Ro. じゃあ、スーザンさん、よろしくお願いします。どうぞ。あれは。そうです。じゃあ、どうぞ。あれは、新しい雑誌です。そうですね。あれは、新しい雑誌です。じゃあ、どうぞ。6時。はい、6時。どうぞ。音楽。はい。どうぞ。聞きました。そうです。じゃあ、6時ブランク、音楽ブランク、聞きました。Can you fill in the missing particles? 6時に、はい、音楽を聞きました。はい、そうです。6時に音楽を聞きました。じゃあ、次です。夜。はい、夜。はい、どうぞ。新聞。はい。どうぞ。読みます。そうです。じゃあ、夜、7時ブランク、8時ブランク、新聞ブランク、読みます。Can you fill in those particles? 夜、7時から8時まで新聞を読みます。そうです。夜7時から8時まで新聞を読みます。スーザンさんも夜新聞を読みますか？はい、読みます。あ、そうですか。じゃあ、スーザンさん、よくできました。さよなら。さよなら。Sensei, let me see if I have this straight. How do all these verbs work? Des means is, am, or are, right? Right. For example... Sensei des. はい、私は先生です。And how would you say was or were? Change des to deshita.As in, 学生でした。はい、私は学生でした。But what about all the other verbs? I want to make sure I have all the endings down. Let's take nemas. It ends in mas, so that's its present or future tense, right? Like, today I sleep or I will sleep. Right, but if it were yesterday, what would you say? 寝ました。Right, so the mas ending on a verb changes to... ました。Right, try this. 読みます。読みました。Now you've got it. You might notice that the past tense of these verbs ending in ました sounds similar to... でした。学生でした。There's a kind of pattern there that reminds you of past tense.But sensei, wasn't there some way of using deshita with other verbs? That's so strange. Ah, それはいい質問です。That only happens when you put negative verbs in the past tense, like... 食べません? Right. But if it's yesterday, it would be... 食べませんでした。食べませんでした。So how about... 聞きません。昨日The verb stays the same. You just add deshita. Kikimasen deshita. Gosh, that's easy. Some things about the Japanese language actually are easy. Bunpo hakase no bunpo pointo deshita. Today on Irasshai, we learned how to talk about some daily activities. Kantori desu.ロレンさんはカントリーを聞きますね。それから本を読みます。
読みます。 ロレンさんは本を読みますね。 ラブストーリー。 すいません。 And we learned how to tell when you do things. これは昨日でした。 さあ、パトソン君、 ハヤト君と幸子さんは昨日何をしましたか? わかりますか? はい。 買い物をしました。 So now you know how to tell someone that you didn't do something in the past tense. Like you wanted to say, I didn't read the magazine. You could say, 雑誌を読みませんでした. Or if you wanted to tell someone you didn't eat the banana, you would say, バナナを食べませんでした. Oh! なんですか?おっと、間違えました。皆さん、さようなら。ちょっと答え!